末エ慎吾は日本の陸上選手。熊本県熊本市出身。北京オリンピック男子400メートルリレー銀メダリスト。40歳過ぎたがまだ現役である。東海大学で高野進の指導を受ける。高野が日本人の体格に合わせて構築した双法を完成させ、世界陸上2003年パリ大会の200メートルで3位となった。 日本人でこの種目のメダル獲得は初めて。また、2006年のアジア大会の200メートルで2連覇、するなどし、前世紀には、パトリック・ジョンソンと共に、現役世界最速のヒネグロイドとも言われた。400メートルは練習の一環として取り組むが、学生時代には、関東学生陸上競技対抗選手権大会の、4400メートル、リレー決勝で、東海大学のアンカーとして走り、 44秒7のラップタイムで走った。サッカー選手の松本健は重低に当たる。熊本市立西原中学校、九州学院高等学校、東海大学を経て、水野に入社。社内留学で東海大学大学院終了。現在は熊本陸上競技協会所属。小学校時代に全国小学生陸上競技交流大会に出場し、 同じ学年の池田久美子に、総幅跳びの記録上、負け、総幅跳びを競技しなくなる。中学時代は、九州大会で100平方メートルくらいに入った。高校時代、国体の100メートルで2度優勝した。高1の時の県大会では、4種目の後に顧問が、止めたのにマイルリレーのアンカーを務め、走り切った後倒れた。高3のインターハイの2週間前に、 体育の授業でバスケットボールの最中に体育館の窓ガラスにかかとを突っ込み15針を縫う、怪我をするが出場し、100メートルでは決勝まで進出したものの8位、優勝候補の200メートルでは25秒となり予選落ちした。大学在学中に両親の離婚や父との死別など不幸が重なり、陸上競技を続けることが、 経済的に困難となるが、2000年シドニーオリンピック代表入りし、陸連強化指定選手となり、競技を続ける。なおそれまでは、食事が玉ねぎ1個だけであったり、練習時間を確保するため、深夜3時まで居酒屋の皿洗いのアルバイトをすると、苦境を乗り越えた末に、オリンピック代表を勝ち取った。2003年の世界陸上パリ大会では、8月29日の、 男子200メートル総決勝に進出し、20秒38で3位となった。当時のフランス地元テレビ放送で、イレフォーミダブル、セタイプと紹介され、銅メダルを獲得して高野と泣きながら抱き合う映像が、フランス国内でも放映された。同年10月8日には、3人目となる、熊本県民栄誉賞を受賞した。2004年8月のアテネオリンピックは、 前年世界陸上で銅メダルを獲得した200メートルを回避し、男子100メートルに専念するも2次予選敗退に終わった。男子 4X100 メートルリレー決勝では第2走者を担当、惜しくも4位入賞で五輪メダル獲得にあと一歩届かなかった。2007年世界陸上選手権での400メートルリレー決勝サブトラックでは朝原さんにメダルを と発言した。この時も第二走者を務め、三十八秒零三のアジア新記録をマークしながらも五位入賞に止まり、朝原と共に一年後の北京オリンピックで再度メダル獲得に向けての再挑戦の意向を示していた。二千八年八月二十二日の北京オリンピック男子四 x 百メートルリレー決勝では第二走者として激走、オリンピックにおける 日本男子トラック種目で史上最高位の3位に入り、日本代表としても陸上競技のリレー種目では歴代初めてとなる悲願の銅メダルを獲得。その後、このレースで金メダルを獲得していたジャマイカチームのネスタカーターがドーピングの検体の再検査で禁止薬物の陽性反応を示したため、2017年に銀メダルに繰り上げとなっている。 2008年10月以降は疲労を理由に無期限給料を宣言。2011年10月3年ぶりにレースに復帰した。2012年ロンドン五輪代表選考会でもある日本選手権への参加を目指し5月19日の東日本実業団で出場したが標準記録を切れずロンドン五輪出場の可能性は途絶えた。10月の国体では 熊本県代表に選ばれ400メートルリレーでチームのアンカーとして予選と準決勝を走った。2013年4月13日の熊本県選手権100メートルに出場し、襟口正氏に次ぐ2位に入った。5月の東日本実業団100メートルでは去年に続き決勝に進出したが、準決勝で右足を痛めたために決勝は棄権した。 9月の全日本実業団100メートルでは10秒54のシーズンベストをマークして5位。10月の国体400メートルリレーでは昨年に続き熊本県代表のアンカーを務め4位入賞を果たした。2014年4月19日の東京選手権100メートルに出場。利き足の右足を前に置くスタートではなく左足を前に置いてスタートするという 新しい走り方で挑み、準決勝で敗退した。5月の東日本実業団100メートルは3年連続の決勝進出を果たして4位。6月の日本選手権は参加標準記録 A を切れなかったため、出場は叶わなかった。2015年3月31日付で水野を退社し、4月1日よりプロの陸上選手として活動している。 2016年4月1日付で星佐大学の特任准教授に就任した。2018年より自身の走ることに対する世界観を表現したイーガルランを立ち上げ、選手を続けながら指導やメディア出演などの活動を行っている。日本に古くから伝わる武術から考え出した難波の動きを取り入れているとされるが、右足と右腕を同時に、 同方向へ動かしているわけではない。実際に高野と末次とが取り組んだ双方は、例えば右足が前に出るとき同じ側の胸を足の上に乗り込ませるようにするもので、その時に自然と右腕は後ろに引かれるが内線動作が入るために大きく振ることはできない。足と腕が同方向へ同時に動けば人体構造上走ることは もちろん歩くことも不自然かつ困難でありしょい、難波走りではない。また肩の動きを抑えていると言われることもあるが、実際には上記の理由により例えば、朝原信春などの走り方と比べれば大きく前後に動くことはないが、逆に上下には大きく動いており、しかも正面から見た場合には、頭から足まで波打つように大きく振られている。ありがとうございます。